それじゃあカウント始めるぞ。スタート10秒前。頼むぞ、ラクビー。ケイスケ、特等席から今日のバトルを見物させてやるよ。急げ、もう始まるぞ。5秒前、4、3、2、1、匠だって触れてないぜ。来たぞ。シートベルトはつけておけよ。ルクシーだ。高橋涼介が飛び出していったぞ。2台の後ろを追走する気だ。なんてこった。三つどもえのスーパーバトルになっちまうのか。いきなり群馬最速決定戦になっちまうのかよ。GTR のドライバーちゃんと踏んでないな。俺を待ってるのか。ストレートでちぎったらもったいねえだろ。俺はバトルがしたいんだよ。本当のスタートはコーナーに入ってからだ。中里のやつ、アクセル緩めて86を待ってるぜ。その余裕が後半で命取りにならなきゃいいがな。来た。第一コーナー3台繋がって突っ込んでくるぞ。すげえ、ブンタの言った通りじゃねえか。あんなオーバーアクションなカニ走りでこの俺についてこられるわけがねえぜ。そして近くで見ているとまるで芸術だな。あのドリフトはほとんどカウンターを当てない全開の四輪ドリフト。あれがどんなにすごいことかわかるか。やつは86という車を限界領域でまるで自分の手足のようにコントロールできるんだ。俺でもあそこまでは FC をコントロールできていない。感動的だ。それでもじりじりと中里に離される。このバトル勝てないのか。これだ、この感じ。全身の血が沸騰したようなこのハイテンション、これこそバトルだ。とことん突っ走るぜ。どこまでついてこられる。なんか違う、車の感じ。踏んでも車が乱れない。今までよりワンテンポ早く踏める。バイト行っている間に親父のやついじったのか。今朝の配達の時はこんな感じじゃなかった。そっか、出かけてたのはこのためだったのか。よくわかんねえけど、これはこれでいい感じだぜ。流れすぎないから思い切って踏んでいける。あそこを流
しっぱなしで抜けるやつは初めて見たな。異常だぜ。よほどスピードが乗ってねえとできねえぜ、あんなこと。なんだよあれ。俺たちが考えているドリフトとは違うものだぜ。強烈。一度見たら忘れられねえ。ぶっ飛んだぜ。でかい口叩くだけあって、うまいな中里は。うまく荷重をかけてアンダーを殺しながら走ってる。 GTR のパワーを生かした走りだな。面白みはないけど、無駄がない分隙がない。おい兄貴、のんきなこと言ってる場合じゃねえだろう。奴が負けちゃ元も子もないぜ。勝負はこれからだ。前半は比較的ストレートも長めで勾配も緩やか。86には不利な条件が多いからな。この辺りから勾配もきつくなる。ダウンヒルスペシャリストの本領発揮はこれからさ。こういった低速のヘアピンカーブは3人の得意分野だぜ。強力なブレーキできっちりスピードを落としてやれば。下りでフロントは嫌でも荷重が残るからな。最大の泣きどころのプッシングアンダーは出にくい。それに低いギアからの加速は他のどんな車よりも得意なんだよ。サーキットで最強のマシンは公道でも最強だぜ。リアサイドについているエンブレムは腐敗神話の R だ。俺の R についてこれるか。目がついていかねえ。いよいよ本気出して切れ始めたようだな。イン側の溝にタイヤを引っ掛け始めた。これか。俺はこの技に負けたんだ。改めてこうして拝めるとは思ってなかったぜ。兄貴が喋らなくなった。その余裕がなくなったってことか。今まで何度も兄貴の横に乗ったけど、こんなドライブを見るのは初めてだ。兄貴が本気になった。近づいている。86が追いついてくる。86が10年前の車だという意識はこれで完全に吹っ飛んだ。一級品の戦闘力を持ったいいマシンじゃねえか。燃料はしねえぞ。ゾクゾクするくらい嬉しいぜ。こんな燃えるバトルはこの車に乗り換えてから初めてだ。
ヘアピンみたいな低速コーナーの立ち上がりは3人についていけない。86が突っ込みで食いついてもまた差が開く。中里もいい根性してるぜ。あのヘビーな3人で猛然とダウンヒルを攻めてるんだからな。詰めている。100キロを超えるスピードで四輪ドリフトしながらガードレールをかすめるなんて、こればっかりは車の性能がどうのこうのって問題じゃねえ。あの野郎、頭のネジが 2,3 個吹っ飛んでやがる。一つミスしたら絶対死ぬ。あいつの速さの秘密が分かってきたぜ。パワーのない86じゃ一度失速したらスピードを回復するのに時間がかかる。だから無駄な減速は一切しない。あいつとバトルしたとき、いくら逃げても背後霊のようにケツに張り付かれてしまう理由がようやく分かったぜ。中里で20センチから30センチ。どんなにうまい走り屋でも普通そんなもんだ。なのにあの86はバンパーをガードレールに擦りつけるようにして最短距離を抜けていく。桁違いだぜ。なんであんな正確なドリフトコントロールができるんだよ。ABS を聞かせながらこじるようにステアリング操作を続けてきたからな。フロントタイヤにかかる負担が考えていたよりはるかにでかい。厳しくなってきやがったぜ。この先の5連続ヘアピン。え？お前があの86に抜かれたところ、あそこがキーポイントになる。3人対86のバトルがこんないい勝負になるとはな。まさに限界バトルだ。勝つのはどっちだ。聞こえるぞ。
んねえ。あの中里が苦戦している。どうなってんだ。凌介、この5連続ヘアピンで高橋圭介が抜かれるのを俺は見ていたからな。あの86は路肩の溝を使ったコーナリングをするんだ。またいいわけない。内側に飛び込ませないつもりだ。中里め、さあどうする。86、外からだと。危ねえ。突っ込んでくるぞ。なめてんじゃねえぞ。外から行かすかよ。さすが3人、立ち上がりの鋭さは半端じゃないな。それより86だよ。あんなに狭いところを流しっぱなしで抜けていくなんて。あと3つでこのバトルの勝負が決まる。行った。ムカつくぜ。外側にうろちょろ出られちゃ目障りでたまんねえや。三人の挙動がかなり怪しい。中里め、集中力をなくしてるな。え、目を離すなよ圭介。86が抜きに行くぞ。抜きに行くったってあんだけ印を締められてちゃう。屈辱だぜ。大勢ギャラリーが出てる前でいいように外から突かれちゃうな。無理に印につこうとするから不自然なラインになって突っ込みが甘くなるんだ。そうだ、車1台がギリギリ入れない程度に寄せるだけでいいはず。それならもっと進入スピードを上げられる。よし、インには来ねえな。しながらラインを変えやがった。86ってのはあんなことができる車なのか。だけどこれで勝ったと思うなよ。このまま並んで立ち上がれば二足全開の加速で俺は前に出られるんだ。三人の底力を見せつけてやるぜ。3人がバトルでも
違う、負けたのはこの俺だ。こいつが86に負けたわけじゃねえ。あんなすごい走り屋が嫌がるとはな。ショックはショックだけど、不思議と爽やかな気分だぜ。全力を出し切って負けたんだからな。痛えな。また板金7万円コースか。腕を磨いてもう一度チャレンジするさ。